前回あのリーグ戦初出場おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、そのお前で行くぞって言われた、監督から言われた時っていうのは。まあそうですね、チームが勝ててない状態だったんで、まあここでチャンス掴もうっていう強い気持ちではやりました。実際にその天皇杯とかでは出て活躍もされたと思うんですけれども、リーグに出るっていうのはやっぱり違うもんですか。そうですね、やっぱ天皇杯とリーグ戦じゃちょっと全然違うものだから。でデビュー戦も松本のホームで1万1000人とかでめっちゃアウェーで、そういうところでまあデビューしたんですけど、まああんまり緊張とかはなかったんですけど、まあ勝てなかったのがとても悔しいです。松本のスタジアムにバスで入ってきた時とかはもうめっちゃ人多いなっていう感じで、でもやっぱ試合になるとそんな緊張とかもなく、 あんまりもともと多分緊張するタイプじゃないんで。あ、そうなんですか、はい、あなるほど。あんまり天皇杯も一応出てたんで、まあ天皇杯の1試合目の時はちょっと前の日は寝れなかったですけど、あとは全然大丈夫でした。ちなみにあの誰かから連絡来ました、その試合終わってから。ああ、試合前とかあのメンバー発表の時とかは大学の友達とかから結構連絡はもらいました。渡部選手自身こう夏休みの思い出って今までですか。はい、今までか。夏休みもまあ今までサッカーずっとしてきたからそんなに夏休みっていう夏休みはなかったですけど、やっぱでも大学から自分実家出て県外に行ってたんで、まあそういう時に帰省とかして友達と会うとかはまあ楽しかったですね。次節に向けて、まあ、千葉戦どんな戦い。まあそうですね、まだ1試合しかまあリーグ戦出てなくて、でまだチームもずっと勝ちなしで苦しい時期だと思うんで、ここで千葉戦自分が出て勝利を愛媛の皆さんに届けることができたらいいと思います。あの夏休みで子供たちもいっぱい来ると思いますか。はい、そうですね、まあ自分の持ってる力を出してちょっと子供たちにも喜んでもらえるようなプレーをしたいです。次のホームは千葉戦。